富山県水墨美術館は、1999年4月29日、富山県富山市五福に開館した、近代日本の水墨画の歩みをたどる、公立美術館。日本博物館協会、全国美術館会議、富山県博物館協会会員。富岡鉄祭や横山大館、竹内製法など近代における、水墨画の大家の作品をはじめ、 富山県都並市出身の日本画家、下、安明の代表的な水墨画が常設展示されている。その他、染色や陶芸など日本の美術、工芸史をたどる企画展も取り組まれている。美術館には池やあずま屋がある前提、五福山水園があり、門をくぐり庭を進むと美術館入り口がある。外観は和風の寄せ胸作りとなっており、鉄筋コンクリート作り平屋、 瓦原吹きの L 字型の建物で、屋内には常設展示室、企画展示室、映像ホール、情報コーナー、図書室のほか喫茶室、茶室、ミュージアムショップなどがあり、約100メートルある中庭を見渡せるガラス張りの廊下で、結んでいる。設計は、富山県建築設計管理共同組合。展示室以外は、無料で利用でき、ガラス張りの廊下からは、 一本のベニシダレ桜がある広大な芝生の中庭や雄大な立山連峰をベンチに座って眺めたり回廊のある中庭に出て散策することもできる。また春には美術館のすぐ東側を流れる神通川の包みの桜並木が咲き誇る姿を望める。また日本庭園を有するスキア作りの離れ、茶室、木工庵が美術館一番奥にあり、 無料で見学できるほか、立例席での抹茶の提供と茶会のための茶室の貸し出しを行っている。など、約30人の作家の作品を収蔵している。美術館ロビーや展示室をつなぐ廊下には、常緑公葉樹の部品画の一枚板を使用したベンチがあるが、それらのうち三つのベンチの足には、パリのルーブル美術館を回収した際に剥がした庭の敷石を利用している。 富山地方鉄道富山機動線富山地方鉄道バス、ウィラーエクスプレス、ありがとうございます。